ダイエット中でも食べれるコンビニおやつ3選ローソン編をお伝えします。実はダイエットに向いているおやつがコンビニにあるんです。この動画をご覧いただきますと、ダイエット中でも食べて良いおやつが分かって、美味しく食べながら綺麗に痩せることができるんですよ。では早速本題に入っていきましょう。ポイントです。腸内環境が整うおやつかどうかということが大切なんですね。その理由についてお伝えしていきます。そもそも腸内環境を悪くするようなおやつを食べてしまえば、もう元も子もないわけです。なぜかというと、デブ菌と呼ばれる悪玉菌が好むお菓子をですね、食べてしまうと、もう何をしても痩せることができない。で、逆に痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が増えるようなおやつを食べていけば、あなたは痩せ体質へと生まれ変わることができて、結果健康的で綺麗に痩せることができるからなんですね。で、そこで今から実際に私がもう厳選したですね、もう微腸活専門家としてもこれはおすすめというコンビニ、ローソン編ですが、3つご紹介していきたいと思います。まず1つ目です。こちらバナナです。で、このバナナがですね、なぜ良いかと言いますと、まずそのオリゴ糖と水溶性食物繊維がなんと同時に取れてしまうんですよね。で、この2つが、先ほどお伝えした痩せ菌と呼ばれる善玉菌を増やす力があるわけですから、結果どんどん痩せ体質になれますよということです。で、私がこの気に入ってる理由はですね、まずここ化学肥料不使用なんですね。で、名前がまた面白くって、エクアドルで日本人が作った田辺農園バナナなんですよ。もうこれ買いたくなりませんか？もう安心安全ですし、また腸内環境を整えてくれる、バナナ、これおすすめです。で、食べ方のおすすめがあります。このバナナが持つですね、その作用がそのビフィズス菌と相性が良いんですね。なので、もしその善玉菌をもっと増やしたいということであれば、このバナナと一緒に無糖のプレーンヨーグルトを同時に召し上がっていただくと、さらに効果がアップしますから、おすすめです。ただし注意があります。このバナナはですね、南国系のフルーツなので、基本体をこう冷やす食べ物なんですね。ですから食べ過ぎには注意してくださいねということです。では次2つ目いきましょう。と変えますね。この2つ目もですね、今ハマってるんですね。すごく美味しいんですよ。こちら見つけたのはこちらです。鶏のささみの燻製なんです。で、これはもう何がいいっていうとですね、もうとにかく高タンパクなのに低カロリーなんですね。で、しかもその脂肪がですね、非常に低いですよ。で、また肝機能を高めてくれる、向上させてくれるその働きもありますから、その脂肪肝ですよね、の予防にもなってくれるんですね。で、私そもそもこういったこう燻製もの、おつまみ系ってこういうの多いじゃないですか。そういうのって普段原材料も絶対見るんですけれども、大体ですね、化学調味料が使われていたりですとか、あとめちゃくちゃ着色料がついてって、私基本嫌いなんですよ。でもこれを見つけた時に感動したんですね。なぜかというと、原材料が鶏肉、しかも宮崎県産プラス食塩、この2つだけなんです。原材料この2つだけで、ここでまた私こだわりがあってですね、食塩っていい食塩悪い食塩ってあるので、私あんまりその悪い食塩使ってるの食べたくないんですね。ところがこれよく見たら、ちっちゃな字で米印で、食塩は宮崎県日向市産の塩を使っていますって書いてあって、もう感動したんですね。お塩までこだわってらっしゃると思って、でも思わずホームページ調べちゃいました。すごくこだわってらっしゃるんですよね。お肉もいいものを使ってらっしゃって、お塩も良いもので、その燻製方法もすごくこだわってらっしゃって、こんな良質なものがコンビニにあったと思って、もう感動して今ハマってるんです。なので、2つ目はこのささみがおすすめです。では次3つ目いきましょう。これもですね、私嬉しかったんですよね。
なぜかというと、私が大好きなものがですね、2つ入ってるんですよ。こちらです。ドライフルーツ&ナッツなんです。で、私こちらも選ぶときすごくこだわりがあってですね、そのやはり普通のドライフルーツって結構着色料すごく使われていて嫌なんですよね。で、またナッツも結構砂糖とか食塩とかアミノ酸などみたいな、その化学調味料がめちゃくちゃ入っていて、こうなかなか買えないんですよね、コンビニのものって。なのにこちらはローソンさん素晴らしいです。添加物不使用で、裏を見たらこだわりのポイント、添加物不使用、アーモンド、カシューナッツは食塩不使用ですって書いてある。もう嬉しかったですね。もうまさに私が買えるもの、お菓子、おやつだったんですよね。で、ここでなぜ私はこれを選ぶかと言いますと、そのドライフルーツもナッツも両方と もう豊富な、食物繊維と、あとですね、ミネラルがもたっぷり含まれているんですね。で、これはもう腸内環境を整えるもってこいのおやつなんです。で、ここで取り方のおすすめがあります。そのドライフルーツ、まあ、干しフルーツになったことで生のフルーツに比べてもうギュッとこう栄養価が詰まっているんですよね。なので、まあ、少量でいいわけです。なので、まあ、逆にですね、ここで注意点なんですけれども、生のフルーツと比べてこのドライフルーツはカロリーがですね、約5倍高まってしまうんですね。ですからやはり食べ過ぎには注意ということ。で、またナッツなんですけれども、まあ、私この素焼きナッツ、もう無添加のナッツがね、こう味付けされてないものが好きなんですけれども、このナッツは低糖質なんですよ。糖質が低いんですよね。ただしその代わり結構ですね、あの脂質は高めなので、やっぱりナッツも食べ過ぎちゃうと注意なんですね。なので目安はだいたい1日に、まあ、ナッツ系はまあ20粒程度で抑えておかれると良いと思います。さあ、いかがだったでしょうか。この動画のまとめです。まずそのおやつを選ぶポイントは、腸内環境を良くしてくれるかどうかということ。逆に言うと、腸内環境が悪くなる悪玉菌、まあ、イコールデブ菌が好むようなものを同時に食べないでくださいねということでした。その中で以上お伝えした、1つ目はバナナ、2つ目は鶏のささみの燻製、3つ目はドライフルーツ&ナッツ、いずれにしても添加物がない素材そのものを生かしたものを選んでくださいねということでした。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルはこのようなさまざまな腸活法や健康法をお伝えしていくことで、女性の方が健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ですので、ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録をしていただいて、どんどんご参加ください。私とても励みになっておりますし、嬉しいです。それでは動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。